はですね、またまた神奈川県横浜市にありますワールドインポートツールズさんに遊びに来ました。はい、今日何をするかなんですけれども、ガレージの方もですね、そろそろ活動ができるかなっていうぐらいまでなんとなく片付いてきたので、今後のガレージで、車いじりとか作業をするにあたって必要になるであろう工具とかガレージ用品、そういったものをですね、ちょっとないかなと思って、このワールドインポートツールズさんに来ましたので、今日は工具屋さんでお買い物ということでやっていきたいと思います。結構ね、前回来た時からかなり時間も経っているので、新しいなんか面白い商品とか入荷してると思うので、そういったのもちょっと楽しみにしながら、いろいろ店内見て欲しいものを買っていきたいと思います。あんまりちょっと散財しないように気をつけながら、買い物していきたいなと思います。あとでイベントの告知もするので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ワイザンどうでしょう、普通日本一周水曜どうでしょうみたいですね。みんな元気かな。こんにちは。あれ、今気づいたんですけど、工具の下取りが始まってますね。前回来た時下取りやってなかったと思うんですけど、なんか下取り始めたみたいです。おっ、ちょっと見てください、これ巻き割りじゃないですか、バーコの巻き割り。え、初めて見た、バーコってこんなのも出してるんですね。面白い。いやね、これね、巻き割り必要なんですよ。もう本当にね、あのガレージ、周り木に囲まれてて、めちゃめちゃもうね、暗いんですよ。それを、業者の方とかにお願いしてもらって、抜根してもらったり切ったりとかして、今なんとなく綺麗にしてるんですけど、大量に今切った木が転がってるんで、こういう薪割りとかで、あの細かくこう薪にして、冬に薪ストーブの材料にできるように、なんかこういうね、薪割り欲しいなって思ってたんですよ。ちょっとね、これいいですね。あー、いいな、このぐらいのサイズ感の薪割り欲しかったんだよな。あ、いい運動になりそう、これ。じゃあちょっとハンドツールの方を見ていきましょうかね。この間ツイッターで言ったんですけど、あのたまたまコンビニに行ったら、あのガンダムのオルフェンズのバルバトスって皆さん分かります？多分今写真出てると思うんですけど、それのプラモがですね、当たっちゃいまして、ちょっとね、私今までプラもガンダム好きなんですけど、手先がもう壊滅的に不器用なもので、ちっちゃい頃作ってもう才能ないなって思ってから全然作ってなかったんですけど、先日あのほら隊長さんたちとコラボしたりとか、あの2人ガンプラ作るのすごい好きですから、いろいろねガンダムトークして、やっぱちょっとね、久々にプラも作ろうかなっていう風に思い出したので、ちょっとプラモ用のねニッパーなんかいいのあったら見ようかなって思ってたんで、ちょっと見ようかなと思います。でまあね、私もちょっと以前からお世話になってるクニペックスのあのシリーズで、一応下調べはしてきたんですけど、プラスチック用のニッパーがあるらしいので、ちょっとそれをね探してみようと思います。どれかな。はい、出していただきました、こちらだそうです。フォープラスチック。いや、いつ見てもクニペックスのニッパーは綺麗ですね。100均とかのね工具コーナーに行ったら見ていただきたいんですけど、やっぱりね、安いニッパーって、ここのこう閉じた時のここの断面っていうんですかね、この歯と歯のこう合わさってるところがかなりガタガタなんですよ。100均のニッパー見たらもう一目瞭然なんですけど、それに比べてね、こういう高級工具はこういうところもしっかり合わさってて綺麗ですね、やっぱり。いやー、3560円か、ニッパーにしては高いけど、ちょっとプラモ用に欲しいなって思ってたから、これ買っちゃおうかな。あと1個持ってるのが、今まで持ってなかったんですけど、もうガレージをね今回使えるようになるので、こういう風にこう持って運べる、ガラガラってこう引っ張ってこれるような、ああいうツールワゴンを今めっちゃ探してて、いろいろ種類があると思うので探して見ていきたいと思います。あ、一応ここに取っ手がついてて運べるようになってるんですね。これもありますね、取っ手ここにあった方がいいな。持ち運びするときにこういう風に押せたり引けたりする方がいいですね。取っ手がやっぱこういうところにあるタイプがいいな。あ、そうですね、サイズ感的にはこのぐらいの大きさの方がいいかな。ちょうど私の腰下ぐらいの高さで、でもこれあれか、なんか
折りたたんで持ってきるようなやつになってるのかな。もうちょっと丈夫なやつの方がいいな。折りたたみでどっかに持ってくつもりはないから、あ、これいいんじゃない？青だし。どこのだろう、青だからシグネットとかかな。シグネットでした。あ、これいいんじゃないですか皆さん。これサイズ的にもちょうど私の腰ぐらいのサイズだし、ここに持ち手もあるし、青だしちょうど良さそうで、3段になってて、おお、え、めっちゃ軽い、めっちゃ軽いですよこれ。上にこんだけソケットとか乗ってて、もう全然片手で動かせられるぐらいの重さなんで、めちゃめちゃ軽くていいですねこれ。あ、いいなこれ。工具だけじゃなくて、車の例えば取り付けるためのパーツを置いたりとかもするから、あんまりちっちゃすぎると使い勝手良くないかなって思うので、ある程度こう広さがあって高さが私の腰ぐらいでってなると、これがちょうどいいかもしれないです。お値段が、あ、2万円か。2万円、ちょっと悩むな。ちなみにハゼットいくらだ。6万。高っ。え、だとしたらシグネットめっちゃお買い得じゃないですか。悩むんですけど、ちょっと考えます。え、待って、これも巻き割り？あ、これ軽くてめっちゃいいですね。キャンプとかで巻き割りとかするのにめちゃめちゃいいかもしれない。今月ちょっとね、お友達とキャンプに行く予定が入ってるので、まあ、そういった時にちょっとね、小型の巻き割り兼ハンマーすごいね、いいと思うんですよ。あ、これさっきのバーコのやつ、あ、これもあれですね、一応ハンマーできるようになってるんですね、こっち側。そうだと思い出した、トルクレンチ。あのトルクレンチ、この間2分の1のやつはスタビレのやつ買ったんですけど、8分の3が欲しくて、私の作業場にあるっちゃあるんですけど、デジタルのやつなので、あの頭の部分がかなり邪魔なので、普通のこうカチンカチンのタイプ、あのやつが欲しくて、ちょっと今探します。今から、あ、多分ここら辺ですね。トルクレンチ、トルクレンチいっぱいありました。あ、東日もいっぱいありますね。1万5000円か、1万7000円か。東日のトルクレンチでもいいな。セール品コーナーにもですね、プロクソンの8分の3発見しました。これ安い、8150円、セール品になっててかなり安くなってます。え、これいいんじゃないの。対応が12から60。はあはあはあ、これ実物かなぽいです。やったじゃん。あ、東日のさっき持ったトルクレンチの方と比べるとちょっと重いですね。あ、これ渋市か。まあでもほぼほぼ同じような感じだと思うんですけど、これ動かし方はこういう感じか。ここをくるくる回して、トルクをこういう感じで合わせるっていう感じですかね。あ、でもこれで8000円だったら結構いいかもしれんな。こっちにしよう。え、なにこれ。わあ、これめっちゃ明るい、めっちゃでかい LED ライトだ。これあれかな、引っ掛けて使える系のやつ。フックがついてるってことはボンネットにこう引っ掛けて使えるのかな。こんな感じで。ガレージといえども暗いからな。え、伸びるんですけど。え、すごい。え、どんだけ伸びるのこれ。あ、しかもこれ止まらないんだ。伸ばして引っ掛けたらもうその位置でこうくっついてくれる、そういう感じになってるんですね。え、めっちゃいいじゃんこれ。1、2、3、3段階も明るさ調整できる。え、めっちゃいいですねこれ。え、これ欲しい。ここからこうオイルが垂れて道になってこっちに落ちてくれるっていう、こういう風にこうかぶせて車のあの前のところ。はい、じゃあこれを買いたいと思います。もうかなりね、いっぱい選んじゃいました。じゃあこれをちょっとね、お会計したいと思います。いやー、散財しないとか言って結局いっぱい買っちゃったな、本当に。いくらになるんだろう。お願いします。はい、動画の途中なんですけれども、皆さんにお知らせがございます。なんとですね、いつもお世話になっているこちらのワールドインポートツールズさんにですね、私の公式グッズをなんと置かせていただくことになりました。ありがとうございます。
今月7月18日の月曜日、海の日にですね、来店イベントということで、私一日ワールドインポートツールズさんで売り子としていますので、ぜひお近くにいらっしゃる方、遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いします。入り口入って近くのところにですね、ブースを作っていただいて、グッズを置かせていただくことになりましたので、まあ、その日来れない方もですね、ワールドインポートツールズさんに来ていただければ、ある程度は準備してありますので、ぜひ売り切れる前に買いに来ていただければなと思います。よろしくお願いします。以上、お知らせでした。はい、ということで今日はワールドインポートツールズさんでですね、ガレージ用品、そして欲しかった工具などいろいろと買ってしまいました。合計金額がですね、だいたい7万円ほどになってしまいまして、いやもう最初ね、散財しないって言ったんだけどな、やっぱ工具店来るとどうしても買っちゃいますね。なんか欲しいものいろいろ出てきちゃって、結局ツールワゴンとかトルクレンチとか、あと LED ライトとか、その他もろもろ買いまくってしまいました。はい、今日買ったものはですね、今後私のおちょぴっと新ガレージの方でたくさん使っていきたいと思います。また後日ね、詳しく商品紹介の方は動画撮りたいと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は工具爆買いということで、神奈川県のワールドインポートツールズさんに遊びに来ました。来店イベントも7月18日にやりますので、ぜひお近くにお住まいの皆様、お誘い合わせの上遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いします。待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。